ネグロ川はアルゼンチンパタゴニア地域を流れる川。ネウケン州とリオネグロ州とブエノスアイレス州を流れ、リオネグロ州で最も重要な河川である。名称は黒い川の意味。リオネグロ州とネウケン州の境界部にある、ネウケン付近で南西からやってきたリマイ川と北西からやってきたネウケン川が合流してネグロ川となる。 ネウケンからは大まかに南南東に向かって流れ、リオナグロ州とビエドマの約30キロメートル下流にあるエルコンドル海岸付近で大西洋に注いでいる。ネグロ川はリオナグロ州に肥沃な農地をもたらし、梨とリンゴの生産ではアルゼンチン全体の65%を占めている。途中にある小規模なダムでは水力発電を行っている。 19世紀後半の砂漠の征服の時代には、ネグロ川が文明人の土地と先住民の土地の間の自然境界線となった。パタゴニア北部の主要河川を示した図。ほぼ中央のネウ県で、リマイ川とネウ県川が合流してネグロ川となり、中央右のビエドマを過ぎて大西洋に注いでいる。リオナグロ川のダコアットとミカズキの衛星写真。ネグロ川はアルトダに、 メディオ国、インフェリオール谷の三つの部分に分かれている。アルト谷では幅3トルほどの樹木密集地を通って、ステップ草原を横切り、インフェリオール谷に向かって、川幅は2 0トルに広がって、猛上流となる。川床の位置はこれまでに大きく変化しており、乾燥した平原に貝殻や小石を見つけることも可能である。アルトニにある主要な町は、ヘネラルロカ。 シッポジェッティビジャレヒーナなどであり、多くの町が国道22号線に沿っている。ナウエル・アピコガンのサンカルロス・でバリローチェとともに、アルトタニ一帯は、リオネグロ州内で最も繁栄している地域である。梨とリンゴの農園のほとんどは、アルトダニにあるが、メディオ国にも多くの農園がある。チョエレチョエルの隣には、チョエレチョエル島と呼ばれる中洲があり、 国道250号線沿いに、ラマルケ、ルイスベルトラン、ポモーナなどの町がある。リンゴとナシの栽培の他に、トマトもまた重要な作物であり、ラマルケはトマトの首都という別名がある。谷の外では、チンパやダルウィンのような町の周囲にある乾燥地などで、牛の畜産が行われている。 インフェリオールタニという用語は、アルトダニやメディオダニのようには広く使用されていないが、ビエドマを含めた、リオネグロ周辺岩部のすべての都市を指す。果物も生産されているが、主要な生産物ではなく、穀物などと同様に玉ねぎも栽培されている。人間の消費、畜産飼料それぞれのために、アルファルファとトウモロコシが栽培されており、この地域の最も重要な生産物となっている。 黒い川という名称ではあるが、川の水色は黒色というよりも緑色がかっている。黒い川というのは、先住民のマプチェ族が使用していた、クルールベの直訳である。下流には、しだれ柳が豊かに生えており、サウセス川という名称でも知られていた。ネグロ川では、世界で最も長いカヤックボートレースが行われている。 レガッタ・ゲルリオ・ネグロは 653km が6ステージに分割されており、8日間で行われる。ありがとうございます。